はいさい、本日はですね、宜野湾市にあります、コルメ&サンドのお店ピッピさんを紹介していきたいと思います。はい、で今期間限定でね、このピッピさんが出張でパーラーを出しているということで、はい、うん、まあ、今日来てるんですけど、ありますね、はい、姉妹店のね、ピッピの酒場の駐車場で、はい、このね、はい、居酒屋さんですね、後ろその酒場になってるんですけど、はい、まあ、その駐車場で、はい、パーラーを出しているということで、はい、まあそれはもう来るしかないぞと、出張パーラーですね、宜野湾市民は、はい、来るしかないぞということで、今日はねこのパーラーを紹介していきたいなと思います。はい、早速行ってみましょうか。行ってみましょうか。はい、ということでね、パーラーの感じはこんな感じ、はい、ね、店内こんな感じですね、はい、メニューもね本当にたくさんありまして、はい、まあ、コルネはね今日はおすすめの商品をいくつかね、こちらからねお願いしまして、はい、でまたパーラー限定で、はい、まあ、こういった形で、ね、今日はトルティーヤ、トルティーヤと、あとはもうライスボール、ライスボール、これですかね、はい、そちょっとエッチなチキンも急なエッチフリが来ましたね、はい、急なエッチなチキンらしいです、うん、こんな感じで今日はちょっと注文してたのでね、はい、じゃあもう少し待っとこうかなと思います。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。スペシャリストのシリさん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと近くの公園で食べていきたいと思うので、そこまでワープしたいと思います。はい、シリさんも一緒にジャンプしてくださいね、はい、行きますよ、せーの。はい、ということでワープしてきまして、はい、公園じゃない、全然違うところ来ましたね、この海はこの海はこの海マンもだけど、はい、シュリさんも一緒に飛んだはずだけどいない宇宙の中に飛んでいきました、どっか行ったね、うん、はい、ということで、ね、もう近くのこの海は、はい、この海はね、いつかの土砂降りの海の俺たちの大好きな海にやってきましたね、はい、秘密の、まあ、ここにこの動画を載っけときましょうね、はい、ここにね、はい、はい、ということで、うん、いや食べていきたいと思います。いや今日天気いいな、いや、やっぱねコルネのね、はいはい、有名なお店なんで、まずはコルネから、うん、食べていこうかなと思います。食べる分多分順番逆なんだけどさ、確かにね、惣菜だからこっちは、うんうん、まあ、デザートから今日は行こうかなと思います。はい、なんかおー、びっくりした、びっくりした、まあ、コルネさ、はいはい、このピッピさん、いいですね、コルネはその日本の、うん、お菓子おやつランキング、おやつランキングで、うん、2019年にグランプリ取ってるんですよ、はい、このコルネが、チャンピオン、チャンピオンでございます、2019年度キングのキングです、はいちなみに取ったやつがどれだったっけ、なんか言ってたよね、取ったやつが、うん、塩チンスコ、宮古の、宮古島のね、チンスコじゃなくて塩チンスコじゃないですよ、どこだ、宮古島の塩を使ったコルネが、はい、取ったって言ってましたね、取ったって言ってましたね、探せない、探せないやつだ、さあどこにいるんですか、いない、いない嘘だ、嘘でしょ、入れてないんだ、入れてない、いいですね、 あえて入れてないぐらい、あれ入れてると思ったんだけど、すって言ってたのによ、まあまあまあいいでしょう、まあまあすいません、そういう時もあるでしょう、まあまあ、後日発売していくっていう、うん、まあ、コルネをね、うん、今日は特別にいただけるということで、はい、まあ、1個もらってきたんですけど、まあまあ、適当でさ、はい、切ってて最初ブラックサンダーとかブラックボーンとか言ってたんだけどいろいろ叩かれるやつじゃないですか、それ仮で、うん、プレミアムショコラ、あ、言ってましたね、はい、プレミアムショコラ、仮でもいいからプレミアムショコラにしてくださいちょっとバレンタインとかに合わせたいみたいになってましたもんね、はい、ということで、じゃあやっぱ普通のやつからいこうかな、まずは、まあ、そうだね、そうだね、シンプルなやつからいきましょう、はい、じゃあ、まあ、バニラじゃないですか、やっぱりシンプルコルネ、はい、シンプルコルネ食べたことないんですよね、俺コルネないね、うん、でもコルネって日本発祥のなんか菓子パンの一種らしくて、なるほど、菓子パンっすね、そう、日本発祥らしいね、いいですね、メイドインジャパン、はい、ということで中にバニラが入っております、うんうん、いいですね、食べていぎっしり、いただきます、絶対うまいやつ、いただきます、絶対おいしいやつやん、もううまいどういうこともううまい、口に入れる瞬間からわかるうまさ、これはすごい、コルネってる、コルネだ、これが初めて食べたんだ、初めて食べたでしょ、皆さん、これがコルネですじゃあ行きましょう、種類いっぱいあるんでね、いやもう最後ね、一旦コルネはこれで終わるんですけど、うん、はいはい、このね、やっぱりブラック4だった、違う、ブラック4って
違う、プレミアムショコラでしょ。プレミアムショコラね、かっこね。あの今後あの本店がね、うん、そのパーラーじゃなくて本店の方で、はいはい、あの今後発売しようかなっていうことでね、うんうんうん、あの言ってたんですけど、はい、じゃあ僕らがね第1号ということで、うん、あ、そうですね、していきたいと思います。うわ贅沢、これ重要じゃない。重要だよ。コメント難しいんだよな。中見せてくださいよ。見せる前に食べるやつ、見せる前に食べるやつ。いや断面見せるな。あ、でもしっかりめっちゃチョコレートが詰まってますね。あ、うまい。いやこの外のさ、はい、このチョコレートでコーティングされたこのサクサクのフレーム、うん、おお言葉が出ん。いいね。はい、うまいうまい。いいっすね。種類もたくさんあってね、今日あの7個ぐらい買ったんだけどさ、うん、全部で9種類くらいありましたもんね。ありましたね。まだまだ種類もいっぱいあったんだね、うん、はい、じゃあ早速、じゃあ次は兄貴惣菜系行ってもらいましょうか。いいっすね、パーラ限定の、はい、いいっしょ、行きましょう。いやー、晴れた海のねこの景色最高ですね。はい、俺のターン、いきます。イエーイ。まず、俺のターン、ワンドロー。でもな、ダサダサ。ターンの行き方ダサいな。ライスボール、ライスボール買いましたね。ライスボールを遅い遅い、恥ずかしい。もっと、途中からもっと頑張って。そう、ラッシュライスボール、はい、これ初めて食べるんですよ、ライスボールって。これ、ピッピさんのパーラー限定だよね、はい、そうですね、なんか居酒屋にも置いてるって言ってた。あ、置いてるって言ってたね、うん。で、今日の中身は、はい、キムチって言ってましたね。キムチ、キムチ。じゃあいただきます。どうぞ。おぉ、うん、おぉ、おぉ、うまそう、はいはい、それはうまそう。見して、うん、うまおぉ、うまそう、うまそう、うん、いや、うまそう、うん。まあ、言えばおにぎりの上に衣が、ね、かぶさってる感じかな、うん、食べたことないですけど、これもっと作るんだろう、すごいな、すごいな。中もしっかり、本当に普通にキムチライスが中に入ってるんだ。ちょっとピリ辛の。いや、うまそう。はい、次はですね、はいはいはい、ちょっと、はい、エッチなメニュー。エッチなメニュー、そんなのもあったっけ。全然見た目普通だけどね。ただの袋っていう。なんかエマチキンって言って、はい、なんかピッピのね、シュリさんが言ってたんですけど、うん、はいはい、エマニュエル夫人、はい、エマニュエル夫人っていうのが映画の、そうそう、昔、ね、そあったみたいなんですけど、はい、ちょっとエッチな映画だったらしくて、らしいね。それをちょっとなんか名前も似てるってことで、うん、あの居酒屋ではエロチキンって言ってる、うん、エロチキンも名前変わってるから。見たいですよ。本当はエマチキンでしょ。エマチキン、はい。そう、美味しそうなんですよ、めっちゃ。チェルン、ね、うまそう、いいな。一瞬あのゲソかなと思った。いやいやいや、そんな太くないから。はい、プルプルいっちゃってください。いただきます。はい、おお、いくね。いきますね。あ、うまっ、うめぇ。どんな感じ？結構ピリ辛な感じ。いや、そんな感じじゃない。どんな感じなの？サクサク？どっちかって言ったら。サクサクでもないけど。サクサクでもない、どっちなの？でもしっかり味がついてて、おぉ、衣にも、でチキンもそんなパサパサじゃなくて、もう柔らかい。あ、柔らかいんだ。エロさ感じた。ちょいエロぐらい。見えるか見えないかぐらい。見えるか見えないかぐらい。やべえ、エロさを俺に追求するんだ。いや、追求したくなっちゃったね。うまいっすね。いや、いいね。うん、いや、エロく見える。すごい、これ食べるだけでエロく見える。食べてる人が、うん、あら、やだ、すごい、あら、やだ。いや、こんなもんでいたら嫌だな。はい、ということでマッキンばっかり食べてばっかりだったんで、次、俺が食べたいと思います。なんか、キャンディーっすか。キャンディー、これでかすぎでしょ。入らんわ。どうやって食べる。なんすか、なんすか。ありがとうございます。あの、トルティーヤって言ってね、あ、はい、いつも俺あのコンビニとかでもトルティーヤばっかり食べてるんですけど。確かにね。最近ずっと食べてる。トルティーヤです。トルティーヤです。トルティーヤの3です。トルティーヤです。はい、まあ、トルティーヤをね、うん、やっぱりこのタレをかけるとさらにうまいっていうことで、まあ、お店によってね全然タレもね、うん、やっぱ違うんで、チリソースっていうのかな、これはね、うん、じゃあちょっとかけて食べたいと思います。はい、あ、いいっすね。かけるというかつけるかな。あ、つける系か。つけていこうか。あ、その方がいいかもね。今日はつけていこうか。はいはい、はい、じゃあ行きたいと思います。はい。お、ソースもなんかこんな感じでトロトロな感じだね。だいたいトロトロか。そうだね、それはトロトロだ。いただきます。はい、うん、
うん、生地うま、生地うまそうだね。やっぱしっかりしてる、クオリティ高。マジこれうますぎでしょ。うわいいな。さっき食べた、うん、チキンなんじゃない、もしかしたら。あ、なるほどっすね。違うかな、ちょっと。あ、ワンチャン理想。エッチなチキン食べてないからわからないけど、エッチに見えてきてる。見えない。見えない、まだ、うん、じゃあ違うかもしれない。じゃ違う、俺トルティーヤ好きなんで、はい、結構おすすめかもしれない。いや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 、コルネしなさいよ、コルネ。コルネおすすめだけどね、はい、その財系では。コルネも買いつつ、うん、トルティーヤも絶対買ってくれと。あれはデザートで食べてほしいかも。あれがメインなんだけど、トルティーヤをデザートで。違う違う、これ一回惣菜で食って。なるほどね。あのデザートは別腹じゃないですか。あ、はいはいはい。で食べてほしいな。これうまい、マジでうまい。いいっすね。うまいって言いながら俺の分残さない気満々ですから、ね。そうだ、ダメね。いいっすよ、食べてください、食べてください、うん。全部行きなさい、あなた。そんなちょろちょろちょろやめて、いらん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 、全部食え。いやうまいね、うん、もうあとマッキンこれ食べてない後でね。いやもう食べないですよ、そんな走んなやつ。ピッピさん、うん、あのパーラーがあったじゃないですか、はいはい、パーラーの、まあ、時間営業時間なんですけども、うん、15時から8時まで、はい、今やっているということで、うんうん、まあ、しかも期間限定かな今はね。で本店の方がなんですけども、うん、まあ、宜野湾市にありまして、うん、朝の10時から、はい、8時までやっているということで、うんうん、あと居酒屋ピッピさん、うん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 、居酒屋ね、酒場ピッピか、ピッピ酒場だね、はい、ピッピ酒場さんもあのまたね、詳細はあのこっちの概要欄、概要欄の方に載せておくので、うん、はいはい、ぜひみんなで、遊びに行ってみてください。もう、はい、ピッピさんもテンション高いんでね、はい、すぐ仲良くなれると思います。もう本当にぜひぜひね、YouTube 見たって来てくれたらもっともっと喜ぶと思いますので。そう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 。はい、ぜひぜひ皆さんで遊びに行ってみてください、はい、ということで、今日はこんな感じでまた会いましょう。バイバイ。ごちそうさまでした。はい、ピッピさん、たくさん美味しい食べ物あるんで、ぜひぜひ来てください、はい、コロネは美味しいけどコロナは怖い、でもコロネを食べればやってけるやるめっちゃやってる。イエーイ。